な、最近結構2チャンスでのまとめ見てるんだけどさ、ゆっくりがさ、2ちゃんのさ、あれをね、まあ、多分コピー&ペーストしてさ、そのまま読ませて、なんかまとめてくれてから楽やけどさ、なんか修羅忘れとか、あと、なんか、なんていうんかな、面白すれとか、その中でさ、姪っ子に人生救われた件みたいなのがあってさ、ちょっとなんか創作話だと思うんだけどさ、なんか、まあでも、ね、それを信じるか信じないかはあなた次第って感じだよね。でも基本的に多分、まあ俺は嘘だと思ってしまうんだけどさ、その姪っ子がなんか超能力あるみたいな感じで、その姪がね、まあ、まあ、お姉さんの連れ子でさ、シングルマザーでね、なんか車の鍵見当たらないってめっちゃ慌ててね、ね、スレッド主のさ、あのお姉ちゃんがね、そしたら姪っ子がね、その、2階のさ、服の中のポケットはって言って、何歳 ?5 歳か6歳かな。そしたら探しに行ったらあったんだよね。で、まあその、まあ俺くんがね、そのスレの主ね、まあもう学生でさ、で彼女もいなくて、なんかね、彼女早く作れなよ、みたいなとか いろいろ言われるやん、家族に。そしたらもうやっぱなんか焦るやん。そしたらマッチングアプリに手出すんだよね。マッチングアプリでやっと知り合えた女性とさ、ね、こうデートとか重ねるんやけれども、まあどんどんハマっちゃっていくわけよ。ね。プレゼント買ったりとか。ついにね、プロポーズするんですよ。で、プロポーズして、いいですよってなって、あとお金も100万ぐらい騙されたんかな。そう、ね、すごい頻繁にやり取りしてたにもかかわらず、一時期ちょっと2ヶ月ぐらい連絡がなかなか取れない日があってね。で、聞いたら、もうお母ちゃんが病気で、ああ、すごい頑張ってるんだって思って応援したくなって、一生この人守りたいなってね、俺くんが思い出し、ね、思ったらしくて、で、ある日の夜にいきなり電話来て、俺くん助けてって言って、でももうお母ちゃんが手術せなあかんから100万円足りないと。で、もう俺くんはもう頭でね、もうその子のこといっぱいやし、助けたいっていう思いでいっぱいやから、もう100万をね、もう送金したわけ。うん。騙されとるー。はい。本当かどうかわからないけどね。こういうわけですよ。で、まあ、なんやかんやあって、もうやっぱね、もう付き合って、もう結婚まですると、で、婚約者になったんですよ、その人が。婚約者に。そしたらな、まあ、家に連れて行くやん。そしたらみんなね、すごい、ああ、もう美しい、可愛い子だね、ってなってみんなね、ワイワイしてて、その後、メイだけが、俺くんの近く座ってきて、私、あの人と仲良くなれないって言ってから、どうしたのって聞いて、だって、別の家族の人のだもんっていうのはいきなりメイクを言うんや。どういうことってなるやんか。そしたら、何を言ってるのとか言ってから、何を言ってるのバイバイ。そしたら、私知ってるよって言って、ほら、今電話来てるから出ないとって言って、ってなって、で、そのね、女性がさ、マッチングアプリ女性がさ、その、カバンの中見たら、サイレントモードにしてるからさ、気づかなかったの。で、電話来てたんや。保育園からだったんや。だって。早くお子さんが、ね、赤ちゃんが熱出してるから出てあげないと、じゃないと旦那さんの方に電話行くよって、メイがいいんよね。で、ピッて切ったんだよ。で、その時に電話鳴った時に覗いたのが保育所だったのね。どういうことだよ、てめえ!なんか、ね、そうなってて、うん。違うよ、何を言うのよ、この子は!って言って。マッチングアプリ女性がね。そしたら、その、メイのお母ちゃんがね、まあ、俺くんの姉さんね。いえ、私は信じるわ!だって、私の元旦那の浮気を当てたもの!っていう、もう発言してから。それは何年か前に、その、夫が、なかなか夜帰られない、仕事が忙しいっていう、ね、その時にストレスも溜まってたんだけど、まあ、メイとなんかね、家にいる時に、その、ね、メイがね、また自分のお母さんに、お母さん、お父さん、外で女の人と遊んでるって言われて、で、そしたら更新状に依頼して浮気調査するやつね。で、依頼して調べてもらったら、実は浮気してたっていう。だから、私はこの子の言うこと信じる
っていう、これ本当なのこの話、みんなこの話本当信じれる、みんな本当信じる、純粋な心を持ってして聞ける、みんなこの話本当なの。俺はちなみに俺は信じない。これ理論上勝つんちゃう、みんな。あんた、あの船に来るよ、船に、うん、あの左下とか、あ、囚人やめた。左下とかあんま選ばんからな。ペットお揃いじゃん、ナンパかできないんじゃない、ナンパに。いや、さすがに勇士やろ、勇士以上やろ。点数が低すぎて足りなくて、1試合の点数がさ入るのが少なくて38位もなれない気がする。オフェンスは勇士とかヘラクレスだったら点が高いやん、認知の勝った時のね、勝手になっちゃうんやって、勇士に。このペットまだ買ってないや、買わねば、買わねばならぬ。おととぎっす、おっとぎ、おっとぎ、おっとぎよ、助けなくていいって。みんなこれ魔女が、魔女の可能性出てきたよ。囚人行った、どうも最安全ポジションです。それたまたまそれたまたまお揃いかね、漢字難しいぞ。ガラボンの可能性がある、タコちゃんです。タコちゃんです。おタコン、おタコン、どうみなさん、おはこんばんに、チームは。これタコね、犬の可能性がある。いや興奮可能性ある、いや興奮でしょ、おそらく興奮だ。囚人めっちゃ距離離してるよ。そして皆さん、興奮でも犬でもございませんでした。なんと、感謝でニョルニョルでございます。はい、即死させた後に、うん、あれだね、このフォローしに来るやつを仕留める自信があるっていうやつだね、こいつは。しかし自信なくなりました。はい、オフェンス予測打ちしました。予測タッコですね、これ。予測タッコ綺麗に入りました。これが34位の実力や、みんな。すごいですね。2回目からはもう、ハンターはね、あれするんで。警戒するんで、成功はしづらいですね。そして俺、こう邪魔されますね。救助は必要ですよ。あと皆さん、オフェンスってさ、右下取ってたっけ？いねえな。あのさ、俺ってさ、俺、棺桶置かないと顔見れないよね。みんな。そうだよね。ここには2位のオフェンスがいましてだな。あと引き分け1試合でね、俺はね、あれですよ皆さん。あと引き分け1試合で俺はあれですよ。1位でしたよ。すぐ釣られたね。すぐ釣られた。オフェンスタックル、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 オフェンスタックル。オフェンスタックル。はい。ようこそようこそジャパンへ。ここにニョニョロ置きに来る、あいつは。強すぎやろ脳幹視、強すぎやろ、あかん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 、あきかん、あかん。昨日なんかしょうもないギャグダジャレ思いついたけど忘れた。通電しちゃうわ、これ通電しちゃう、通電しちゃった。つえー、
これ脳幹視のおかげだわ。申し訳ないけど、ほんまに申し訳ないけどね、これ脳幹視です。瞬間ないとえぐいよね。いやもうやばいでしょ、だってあそこからここまで一気に来るんよ。やばいでしょ。はい、鬼没に変えました。さあ、ハンターにいいね忘れずに。いいね、めっちゃ楽な試合だったわ。なんだよお前、どうして登録しない、簡単だろ。おい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 、そっちじゃなくてこっちだよ。ちょいちょいも登録したよな。